こんにちは、花レモさん。このリレーがあるってことは、やっぱりね、私が辞めることはないですから、花レモさんのお見立て通り、私がね、死ぬか、花レモさんが諦めるか、しかないんですよ。今まで大抵の方はね、このリレー、まあ1ヶ月とか2ヶ月で終わってきましたね。まあミスター M さんぐらいですかね、1年以上やってるのは。まあ、大したもんだと思いますね。で、まあ、あと吉谷さんが前人未到の数年単位っていうのをやって、しかも多分死ぬまでお互いやるというね、そんなことでございます。まあだからこのぐらいのね、こう思考を停止して目の前のことをやるみたいな気概がないと、なかなか一人で道を引くっていうのは難しいんじゃないかなと思うんですよ。いろんなことが雑音が気になって、右へそれたり左へそれたりして、そのたびにあいつのせい、誰かのせい、時間がなかった、お金がなかったとかね、そうなっちゃいますから、何にもなくてもできること、それだけを見てますんで、まあ何もなくてもやっているということなんですかね。はい、それでね、今回勇気というテーマだったんですけども、もう私はね、勇気があるんですよ、結構。それは自分に対して行けとね、命じることができるんですよね。で、まあ死を恐れないとまでは言わないんですけども、その敗北とか失敗を全身で受け止めたいわけなんですよ。で、まあ、男の人生って言ったらね、またジェンダーフリーと言われるかもしれませんけども、まあ、男の人生勝負の連続ですよ、やっぱり。で、勝つ時もあれば負ける時もあるんですよね。で、負け際が肝心なんですよ。負けた時、失敗した時に誰のせいもせずに、しっかりと自分でね、腰を据えて全身でその負けを、まあ、時には誇らしく受け止めてね、で、自己否定を繰り返すということですかね。で、敗北でもいいんですよ、全然。敗北が惨めなことではないんですよね。そうではなくて、なんとなく中途半端にくすぶって不完全燃焼することが遺恨を残すんですよ。で、私は勝利する時もそうですけど、うまくいく時もそうなんですけども、うまくいかない時こそやりきったなっていう思いが結構強いんですよね。うまくいく時って結構手を抜いてることが多いんですよ。まあ8割ぐらい、6割ぐらいの力でうまくいったなみたいなね、あれまだまだやらなきゃいけないのかと思ったけど、もううまくいっちゃったのみたいなところが多くって、その代わりうまくいかないことっていうのは不得意分野で勝ちまくるっていうね、テーマがあるんですけども、やっぱり不得意分野だわと。いや、叶わなかった、叶わなかったけども、その道の専門家は何人か倒したぞみたいな、そういうふうなね、高揚感あるんですね。だから勇気っていうのは自分の不得意分野とか未知の分野に向かうときに必要であって、得意なこととかね、自分の上手なこととか好きなことをやってるときには必要ないんですよね。まあですので私は逐一これをやれ、あれをやれって自分に対して背中を押していく、ゴーサインを出しているところですかね。勇気ってのは武器もない、お金もない、人脈もない、私たちが心だけで持てる唯一の武器であり防具なんじゃないかなと思うんですよ。まあ、ですので、この私はね、この勇気だけは死ぬまでなくさないように、むしろ培って大きくしていこうかと思います。それはですね、敗北を覚悟した時に必要なのが勇気だからなんですよ。勝利を確信した時には勇気はいらないですし、勝って勇気は必要ない、負ければ勇気が必要になってくるんですよ。だから悔しい思いをしたり悲しい思いをした時、ネガティブになった時こそ勇気ってものがね、私のそばにいつもいてくれるかなっていうところでした。はい、ということで今回は勇気というテーマでお送りしましたけれども、それはですね、今度は逆にですね、逆かどうかありませんけども、失望とか絶望っていうのはどういう時に感じるかなっていうことを問いただしてみたいかなと思います。感じなければ感じないでも結構でございます。私は全く感じません。では、いってらっしゃい。